試合お疲れ様でした。ダメです、今の試合を振り返って一言お願いします。攻撃的なところはしっかり示せたには示せたんですけど、最後の質っていうのがなかなか上がらず、まあ、チャンスは作る中でも、まあ、もっともっと得点を取らなければいけなかった試合かなというふうには思います。ありがとうございます。次の試合に向けて意気込みをお願いします。次の試合ももちろん非常に重要な試合なので、ここで緩めることなく一試合一試合選手も成長できるように戦っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。